この人も松穂の裏の夕なぎに薬屋も塩の身も焦がれつつ。鎌倉時代、歌人である藤原の定家が京都の小倉山の山荘で選んだという小倉百人一首。奈良時代から鎌倉時代までの百人の歌人の優れた和歌を代々の勅撰和歌集から一首ずつ選び、ほぼ年代順に並べた集歌選です。山荘の襖に飾る色紙としてしたためたものが原型とされ、恋や四季の風情を優雅に洗練された調子で詠んだ歌が多く集められています。室町時代から華道の入門書として一般に知られるようになり、江戸時代以降は絵の入った歌かるたとして、また一般教養書や遊びの一つとしても庶民に普及しました。現在でも日本人には大変馴染み深い和歌集として広く愛されています。今回は百人一首を未読すると題して、歌人藤原の定家ゆかりの地京都を歩きながら、小倉百人一首ができるまでの経緯と歌のいくつかを深く味わいながら紹介します。百人一首は鎌倉時代の歌人藤原の定家が晩年になってから奈良時代から定家の生きた鎌倉時代までの歌人百人の歌一首ずつを代々の勅撰和歌集という天皇や上皇の命令によって編まれた歌集から選んだものとされています。定家が百人一首を選んだのは、定家の息子の為家の妻の父、宇都宮頼綱に頼まれて、選んだものが、原型とされています。百人一首は小倉百人一首とも言われるんですけれども、小倉というふうに名前がつくのは定家が百人一首を、定家の別荘である小倉山荘で選んだからだというふうに言われています。ただし小倉山荘は、どこにあるかというのはいくつか説があります。ではこれから百人一首ゆかりの地を一緒に回ってみましょう。藤原の定家は歌人藤原の春贅の子として応宝2年に生まれました。若い時から歌人としての才能を認められており、39歳の時に時の地点の君後鳥羽院の命により新古今和歌集の選者の一人として中心的な役割を担います。しかしその過程で後鳥羽院に不満を抱き、次第に関係が悪化していた頃に承久の乱が起こり、後鳥羽院は隠岐へ配流されます。一方定家は仕えていた九条家らの流星により次第に社会的地位を上げ、歌人としての名声も極めてゆきました。嘉定元年、新勅撰和歌集を選進。小倉百人一首のほかにも定家八大抄などの集歌選があり、生涯のうちで4000首以上もの和歌を英じています。また定家が18歳から74歳までの56年の間に記した日記「明月記」は、星の超新星爆発の模様を記した科学的記録書としても有名ですが、詳細な歴史資料として大変価値が高く、現在では国宝に指定されています。晩年は古典の書写注釈にも携わり、「源氏物語」や「土佐日記」「更級日記」など古典研究の基礎をなすなど、後世に多大な影響を与え、任治2年、80歳で世を去りました。歌人藤原の定家ゆかりの地、京都を歩いてみましょう。平安時代から貴族の別荘地として親しまれてきた嵐山は、藤原の定家が百人一首を選んだ小倉山荘があったとされる小倉山の山裾一帯に広がる公園となっています。春は桜、
秋はもみじの名所として親しまれ、山肌と川の流れ、渡月橋の優美な姿が見事に調和しています。亀山地区の展望台からは、左手の嵐山と桂川を挟んで向かい合う小倉山の素晴らしい景観を楽しむことができます。秋のもみじの美しさは百人一首の一つ、定心講の歌にも詠まれています。小倉山峰のもみじば心あらば、今ひとたびの御幸またなん。小倉山の中腹に位置する常寂光寺は日蓮宗の寺院であり、定家の小倉山荘しぐれ亭があったところと伝えられています。境内に建てられた河川敷には定家の像が収められています。天台宗の二尊院は平安時代の初期に建立されたと伝えられています。総門から本堂までの広い参道はもみじの名所として大変有名です。境内の奥から参道を歩いて行くと、定家のしぐれ亭の旧跡であったとされる石組みが残されています。この場所から京都の閑静な町並みを一望することができます。嵯峨野の町を歩き、竹林の細い小道を奥へ進むと、定家の山荘であったとされる円利庵があります。この山荘は後に定家の息子である為家が受け継ぎ、江戸時代に子孫である冷泉家が寺院として再興しました。現在は臨済宗の尼寺となっており、定家が筆を洗う水を汲んでいたという井戸や、大正時代に再興された茶室しぐれ亭があります。
小倉山のふもとにひっそりと位置するこの土地で、定家が百人一首を選んだとされています。この人を松穂の浦の夕凪に、役やも潮の身も焦がれつつ、も潮とは日本古来の塩作りの技法のことです。この人を待つ、身が焦がれるという心情と、もしおがじりじりと焼け焦げている状態をかけて表現しています。この人を待つのは、松穂の裏で塩焼きをしながら男の訪れを待つ女であり、定家が万葉集を踏まえ恋人を待ちわびる女性の立場で詠んだ歌なのです。この人を松穂の裏の夕凪に、役やも潮の身も焦がれつつ、塩利庵を出て少し戻ると、定家の息子為家の妻の父親である宇都宮頼綱が出家して京を構えていた中院山荘の跡地があります。現在は立て札でのみ知ることができますが、この山荘の襖に飾る色紙として、頼綱が定家に依頼したものが百人一首の原型であったとされています。中院山荘は後に頼綱から為家に受け継がれましたが、為家は建治元年に死去し、この土地に埋葬されたと伝えられています。塩利庵の東にある小さな公園の片隅にひっそりと為家の墓であるとされる石標が立っています。通りに面した慈元堂には、藤原の定家の念持仏であるという千手観音像が安置されており、定家の没後、息子の為家がこの地域の人々に与えたものと伝えられています。千手観音像は京都市の有形文化財に指定されています。ここのご本尊、中院観音さんといいまして、千手観音なんですが、元藤原定家さんの持仏でしたが、亡くなられた後、息子さんの為家家に相続されまして、その後地元の中院町の有力者の方で移りまして、町内でずっとお守りしてきました。で、江戸時代に今この慈元堂というお堂を建てまして、町民がそこへ観音さんをお入れしてお守りしていると。小倉百人一首伝道しぐれ伝は、百人一首の世界を味わうことができるさまざまな展示物とともに、佐賀嵐山の観光情報発信拠点としての役割を担っています。まずそもそもなんですけれども、京都の商工会議所の120周年の記念事業で、作ったミュージアムでして、佐賀嵐山がですね、百人周回の地というようなこともございまして、その文化資源を生かしながら、この地の観光振興ということを目的に、博物館としていろんな事業を展開しております。具体的にはいろんな資料ですとか、歌人の人形、それからジオラマ等々でですね、百人首の世界を、分かりやすく楽しんでですね、見ていただくような施設になっております。その100人の歌人をですね、このように一堂に人形で展示している施設は日本でどこにもございませんので、そういったところをご覧いただければなというように思っております。小倉百人一首が成立するまでの経緯には、
いくつかの謎が残されています。定家の日記明月記には、出家した宇都宮頼綱、すなわち蓮生に依頼されたと記されていますが、これが現在の百人一首であるかは定かではありません。また定家の秋華撰には、百人一首と非常によく似た百人秋華という書物があり、百人一首と関係の深い秋華撰であると考えられています。百人秋華には101首の歌が選ばれていますが、そのうちの97首は百人一首と同じもので、4首の歌のうち3人の歌人が百人秋華にのみ選ばれています。一方百人一首では、3首の歌のうち2人の歌人が百人一首にのみ選ばれており、これが百首の最後にあたる後鳥羽院とその息子である順徳院です。定家が明月記で蓮生に依頼されたのは、承久の乱によって2人が配慮された後のことであり、鎌倉幕府の要人であった蓮生に送るために、幕府を倒そうとした2人を選ぶとは考えにくく、また定家が五里川天皇の命により選んだ新直線和歌集でも、幕府への配慮から2人の歌を除外させられた経緯がありました。このことから、蓮生に依頼されて送ったのは百人秋華の方であり、当時新直線和歌集に入れることができなかった定家自身との関係が深い後鳥羽院と順徳院の歌を、自分自身のために選んだ秋華撰が現在の百人一首ではないかと考えられています。百人一首はこのようにいろいろ複雑な経緯があって、また定かなことがわからないことが多いんですけれども、鎌倉時代以降その定家の撰だっていうふうなことで、定家の子孫の、ところでまず非常に尊重されて和歌の秘伝書のようにして扱われます。でその後に、室町時代ぐらいから注釈書が出てきて、さまざま和歌を学ぶ人が、見るようになって、でさらに江戸時代に入ってからは、印刷が普及したということもあって、和歌の入門書のように、あるいは、カルタという形になって、楽しめる人々が楽しめるようになって、でまずその江戸時代は非常に普及したので、パロディーで狂歌とか百人一首をもじるものがたくさん出るぐらいに人気が出て、その人気っていうのが今のカルタを中心にして親しんでいる今の時代につながっているというわけです。人も惜しい人も恨めし味気よう思うゆえに物もみは この歌っていうのは建暦2年の12月に五人百首という催しで読まれたものです。人に対して、いろんな思いを持っている、その人っていうのはおそらく特定の人というよりも広く人間そのもののことを指しているんだと思うんですが、そういう人に対して一見こう人も惜しい、愛おしい、あるいは恨めしいっていうような矛盾するような、思いっていうのを読んでいます。で人を愛おしむ気持ちの推し、でそれから不満だけどそれを表に表せずに、うつうつとした感情を持つような恨めし、あるいは何をしてもうまくいかなくて苦々しく面白くないというような思いを言うような味気なくっていうふうな、こう3つも感情を表す語が読まれているのがこの歌の特徴なんですね。でさらには上の句で人も惜し人も恨めして人も人もと繰り返して、よう思うゆえに物を思うみやっていう風にして、思う思うっていう風に同じ言葉を繰り返してるっていう風なことで、その自分の感情っていうのをこう自分でも持て余してるみたいな感じで読んでいるっていうのが、このこうリズムとしてうねってくような、何とも言えないようなリズムっていうので読んでいるっていうのが、この歌なわけです。で、この歌って源氏物語の須磨の巻での光源氏が抱いた考えで、文章としてかかる折は人はろく恨めしき人多く、世の中は味気なきものかなとのみよろずにつけて思うおぼす
っていう風な一文があって、それを踏まえているんじゃないかっていうことが指摘されてるんですけれども、光源氏がこう思っているのは、妻に蟄居していて、自分が自分を取り巻く環境っていうのが一変してしまった、人の態度っていうものが変わっているっていうことに対して の思いなわけです。でそれまで取り入っていた人たちがどんどん離れていったりとか、あるいはこう天下の情勢に悟い人たちっていうことっていうものを思って、こんな時っていうのは人を悪くて恨めしき人が多くてっていうふうなことで、世の中っていうのはなんと面白くもないことよっていうふうなことを思っているという、そういう光源氏の心情っていうものをこう踏まえているというふうに考えられます。でただゴトバインのその歌っていうのは、職に人も惜しっていう風にして、人が愛おしいという風なことが入ってる、愛着の思い、要こう味気なし、面白くない、つまらないなと思っても、でもだからといってもう関係ないっていう風なわけではなく、やっぱり愛おしいという風な思いを持ってる、だからこそ悩ましいっていう風な思いを抱く。でなんでそういう風に愛おしいと思うかっていうと、自分は世を治める地点の君とい こう立場にあるからだっていう風な、思いでこの歌を読んでいるということが考えられます。それがその踏まえている光源氏の歌と大きく違っているところなんだろうという、それで、それが、ゴトバインならではの歌だろうというふうに思います。人も惜しい、人も恨めし、味気なく、世を思うゆえに物思みは、賀茂神社は通称上賀茂神社と下賀茂神社の2つからなる神社の総称です。古代氏族賀茂氏の氏神を祀る神社として天平8年に創建され、平安遷都後は平安京鎮護の神として厚く信仰されました。鎌倉時代、ゴトバインに親しく仕えた藤原家隆の歌には、この上賀茂神社の境内に流れるみたらし川の光景が詠まれているとされています。風そよぐ奈良の川の夕暮れは、みそぎぞ夏のしるしなりける。奈良の小川とはみたらし川の別名であり、奈良の木の葉に風がそよぐという意味と、みたらし川に涼しい秋風が吹くという意味をかけています。奈良の小川には早くも秋を思わせるような涼しい風が吹いているが、水無月払いという夏の終わりに川の水で身を清めるみそぎの行事を行っていることから、まだ暦の上では夏だったと気づいたと読んだものです。風そよぐ奈良の小川の夕暮れは、みそぎぞ夏のしるしなりける。賀茂神社では平治元年から嘉応元年までの10年間、後白河天皇の皇女である職司内親王が斎院を務めていました。職司内親王と藤原の定家の間には、後に秘めた恋の伝承が生まれ、能の舞台などが作られました。玉のよう耐えなば耐えねながらえば、忍ぶることの弱りもぞする。忍ぶることの弱りもぞする。
百人一首は何といっても和歌といって歌なので、まず声に出して味わっていただきたいというふうに思います。声に出すことによって美しい調べであるとか、リズムの良い歌であるとか、面白い調べであるとかっていうふうなものがいろいろと感じられると思うので、ぜひ声を出して読んでいただけたらと思います。それから百人一首の中には100首100通りの歌があって、春夏秋冬という季節の歌、あるいは恋の歌をはじめとして、さまざまな人生の断面を切り取ったような歌というものが並んでいます。ぜひこう自分に合ったお気に入りの一首っていうのを見つけて、そこから百人一首の世界に入っていただければ嬉しいなというふうに思います。